カキンゲームズ。ハロー YouTube。ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。はい、今回のヒカクラはですね、以前シルクタッチのツルハシで取ってきたダイヤの鉱石をついに壊して取りたいと思います。というのも、ご覧ください。ですね、ここが、どれだ？これです。来たー、鉄なんですけど、エンチャント、幸運3がついてます。でね、前回の動画で皆さんから、エンチャントは本にするんじゃなくて、もうツルハシに、幸運3狙うんだったら、ツルハシにそのままエンチャントした方がいいですよっていう、コメントをいただいて、とりあえず鉄のツルハシで試してみようと思って、鉄ポンって置いたら、一発目で幸運3来ました。それも効率強化4、耐久力3ついてる。いやー、本当にコメントのアドバイスありがとうございます。それ知らなかったら僕ずっと本にやってましたね。そうね、ツルハシにやればもうツルハシにしかつかないやつ来るから、やっぱ確率が高いみたいですね。ということで、これでいきたいと思います。で、見てください、このエメラルドね。経験値トラップで、ゾンビの肉でめちゃめちゃ、村人と交換してます。でね、鉄何個かやったんですけど、これも効率強化3。あ、違う。これも幸運3。それも効率強化4、耐久力3。めっちゃいいんですよ。これも幸運2だしね。いやー、最高最高。で、今日はね、ダイヤを取って、多分ね、100個超えると思うんで、全身ダイヤで固めたいと思います。いよいよこの鉄の装備からお別れだ。と言ってもね、もったいないからいつも来たくはないんですけどね。で、放送外でも僕ブランチマイニングしてるんで、確かね、今ね、これ、ちょっと高くなってるんですよ、前より。このタワーが。で、多分ね、88個あるんですよ。88個。この時点でだよ。そう、だから、これ1段9個だから、1、2、3、4、5、6、7、8、9、クク81。お！この時点で81個ある。で、上に上がってみて、やばいよ、やばいよ。やばいよ、やばいよ。これやばすぎだよ。ブランチマイニングってやべえな。で、上に、これ、7個だね。1、2、3、4、5、6、7で7個なんで、88個。これを、幸運3ついた、ツルハシで掘ると何個になるのかね。うわー、なんかもったいね。このタワー見とこ。タワー見とこ。このタワー。そう、もう土が入っちゃってるけどね。このタワーですよ。夜になるから掘りましょうか。行こう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 。怖い。行きます。ガー、うおー、今何個？ 3 個。やべ、せーの、ドン。2個。やべ、あ、これ1個。うわ、3、何、10個。待って、1、2、3、4。まだ4個しか削ってないのに10個。億万長者、億万長者。やったぜ。あー、ダイヤダイヤ、折っちゃった。ガンガン掘っていきます。やべえ。やばい。これ一夜にしてこれなんかもう年末ジャンボ宝くじ当たったぜ的なレベル。やべえ。これ全身ダイヤで固めても全然余るよね、これ多分。待って。もう50個超えてる。やべえ。どうしよう、これ。もう村人にお裾分けできるレベルだよ。やべえ。マイクラ始めて一番テンション上がってるかも。待って、もう100個超えるぞ。幸運さん、やばすぎる。うぅ、100個超えてる。やべえ。超やべえ。ほとんど1個で出てこない。2個か3個ばっかり。やべえ。3個で出るのも多いよ、すごい。もうなんか、何個出てんのこれっていう。4個で出る時もあるんだよね。やべえ！これ150個とかいく？ 200 個近くいく？まさか。やべえ。ダイヤが64超えて、やべえ。やばい。ちょっとやばくない？はい、間もなく、すべてが。ちょっと待って、マジで200個近くいってない？これ。はい、全部取れました。待って。64足す64足す64。60×3 で180。ちょっと待って。198。198？ 合ってるよね。198？ あと2個あれば。待って。チェストに2個ある。ちょっと待って。やばくない？これ。200個いった？やべえ。ちょっとやべえ。テンションぶち上げ。パールピーポー。パールない。パールない。あ、1個だ。はい、ということで、199個ですね。なんで1個足んねえんだってとこなんですけど、ダイヤだよね。
これちょっと前1個見つけてもう大喜びしてたのが199個。どうしようこれ。これやばいね。これあれっすね、宝くじ当たっても人に言っちゃいけない的なあれっすね。もうこれね、村人にダイヤ199個持ってるよって言ったら、わしにもよこせ、人少ないええじゃないか、わーって来そうだよこれ。まあいいや、ということでじゃあ全身ダイヤにしたいと思います。うわーなんかもったいないけど、いいよねこれだけあればね。まず、あ、チェストプレートはもうあるんだ。節約していこう。ヘルメット、おほほ、せーの、チャン、うわ輝いてる、あ水色で、お靴だね、お靴、ダイヤのブーツ、うおほほ。で、あとはズボンか。うわやべえ、これなんかもったいなく感じちゃうわ。やっぱりこれでチェストプレートもう持ってるから、やった、まだ100個以上あるからね。で、エンチャントされたチェストプレート、やべえ、ちょっとなんかじゃあ、剣でも持とうか。やべえこれやばいよやばいよ、いきますよ、ヘルメット、うおー、ついにこの時がチェストプレート来てる来てる、うおーやべえ。あ、エンチャントしてるとさらにかっこいいね、光ってるとね。で、剣と、あ、剣持ってるか。で、剣を装備していきます、せーの、うおー来たー、来ました、ついにこの時が来てしまったー。無敵無敵ー。これで溶岩落ちたらもうね絶望だけど。でね、今後ちょっとこう何、あの防具とか、それに合ったエンチャントをつけてね、ガチ最強にしたいと思います。ただね、普段からこれつけてるのもちょっともったいないから、なんか防具置きみたいなのあったよね。防具置き作ろうか。てか寝よう。うおー、このアングルでずっとダイヤ見てたいね。はい、おやすみ。やべえ。はい、それでは防具盾作りましょう。初めて作りますね。棒とハーフブロックだったっけ。防具盾、はい、作ります。まず石のハーフブロックが必要。なんかね、丸石とかじゃダメみたい。この石ハーフブロックと、棒だね。こう、こういう感じが X みたいな感じ。きたー、防具盾、いただきます。やったぜ。で、どこに置こうかな。2階に置いとこうか。じゃあとりあえずはこの辺に置いとくか。今ね、見えやすいし。せーの、ういっ、うおー、こんな感じなんだ。ここにこれ外していけばいいってこと。これ大丈夫だよね、盗まれないよね、盗まないよね、おっちゃん。ああ、わしは盗まんぞ。ああ盗むかもしれんけどなって感じ。うおー、来たー来た来た来た。本当にポンって乗せられるんだこれ。うおー、めっちゃ盗まれそうな感じ。まあまあ日本は治安がいいから大丈夫でしょう。うおー来たーってか、おっちゃんがなんか邪魔なんだけど。なんか店の店員みたい。ああ、どい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 、いいねー。はい、というわけでなんかね、こう僕がマイクラ始めた当初からの一つの夢が叶いました。いつかは全身ダイヤでね、こう固めたいっていう。まあ今後ね、ダイヤもいっぱい取れたし、まあ、失わないように、そして無駄遣いしないようにね、使い道を考えながら、使っていきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。PC タブレットからご覧の方は、動画画面内のこちら側に見える登録ボタンを押すと登録できますので、ぜひぜひお願いします。そして、私ヒカキンのマイクラ実況の再生リストのリンクを概要欄に載せておきますので、パート1から見たい方はぜひ。最後に私ヒカキンの Twitter、LINE、Instagram、Vine、Facebook、ツイキャスなどのリンクも動画の概要欄に載せておきますので、よろしければフォローお待ちしております。バイ。